could really use a change of scenery. Yeah. Everybody smoking all the greenery. Yeah. Close the matches, they were handed down to me. But I'm still fly, I'm still fly, I know. スターバックスというサードプレスと呼べる場所ができたこと、まずは今で満足しています。ここの店舗のパートナーさんはすべてファミリーのような関係のものとなっております。いろんなことにチャレンジできる場所って感じですね。新しい自分探しの大冒険に行っちゃいましたね。基礎は私のアピールポイントぐらいの気持ちで隠すわけではなくて、私もきっと働ける場所だろうと。人と触れ合うというのはすごく面白いものなんだっていうのがあって、耳が聞こえないことがわからないので、お客様がやっぱりそれに気づいた瞬間にこう目を見て分かりやすくご注文していただいて、最後はこうありがとうっていう風に笑顔で言ってくださっているのが、ただ注文だけじゃなくて実際につながってくれているのが感じられて素敵だなと思います。もともとコミュニケーションがかなり難しい人でして、僕がなんですけど、話しているうちに人と話すことがより多くなっていくようになりまして、ごめんなさいごめんなさいってばっかりそういうふうに言ってたんですけども、言葉を置き換えてありがとうという気持ちで常に思って仕事もしています。やっぱり自分が話せないことはもうここで話せばきっと分かってくれるって、相手が自分だと思いながらコミュニケーションしています。お互いこう認め合ってすごく生き生きと仕事できています。多田さんは必ずお客様に今日一日楽しく過ごしてくださいって必ず伝えるんですね。お客さんもありがとうって受け取って、母のこの人とのつながりが増えた気がして、友達パートナーさんのお話とかも聞いて自分もこう奮い立たせられるっていうか、もうソード君の接客本当にもういつもお世話になってます。板割りだったりネギ代だったり交換し合う感じ、優しさのキャッチボールみたいな、クタってなってる時でもソード君の顔を見てソード君の声聞いて落ち着く。正直もう照れてますお客様の笑顔や声とかを聞くと、やっぱりああこっちも頑張りたいなって、ナナさんも頑張るしお客様もなんか寄り添ってくれる感じが、手足が不自由だとか知的な面でもいろんなこう障害が持つ人が多くいらっしゃいます。だからこう家にこもってじっとしてるのではなくて、皆さんよりも元気に明るく過ごすことが私の使命ではないんですけども、障害のある人たちがもっと健常者の人たちと触れ合える機会をもっと作っていきたいなって思ってます。I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater.